ばかりか。 ありがとうございました。もう安全だ。どうぞお受け取りください。 よし、影。
我が故郷、大宮だ。急ぎ戻ったぞ。久しいな、ユリ。お疲れのようで。飯の支度を。飯は結構だ。蒙古勢が村を通ったはずだが、変わりはないか。毒が来たのに、私が追い払いました。父上の鎧を取りに戻った。コモダではお使いにならなかったのに。あれからいろいろとあってな。鎧は隠しております。さあこちらへ。ああ体が重い。大地に取ってこさせましょう。墓地にいるはずです。そこで何を。土を鳴らし毒草の世話をさせています。毒は良いネズミよけになるのですよ。一人ではないのだな。志村様はご双剣で。ああ、猛虎に捕らえられていたがお救いいたした。ああ、どなたか他に手を貸す者は。おるぞ、雅子殿だ。まあ幼き頃から斧子と稽古していましたからね。いつか子細を聞かせてくれ。雅子様だけですか。他には石川先生も。もう何年も
無沙汰しております。相変わらず尊大なお振る舞いなのですか。ああ、いまだにな。だが弓の腕は別格だ。ご本人もいろんないかと。酒井様、お戻りで。急ぎなのだ。ユリの世話をしてくれておるそうだな。世話されてるのはこちらの方です。太一や、鎧を持ってきておくれ。頼む。俺は墓に参ろう。あと解いて。難儀の末に帰りくれば。我のみ一人残りおるなり。どうした。いえ、ただめまいがしただけ。今若様がてっきり。出てこい卑怯者め。中へ入れ。
殿。怪我はないか。島の民よ、また槍川が面倒なことに。槍川の反乱は二昔も前、あやつらは猛虎の手下だ。そうでしょうとも、あのような戦いぶり、まこと恐ろしい。休ませてください。湖の木へ参ろう。ええ、ぜひ。毒草を育てていると言ったな。ネズミよけでございます。量を増やせば人も殺せるか。人に使うなど。どうなのだ。強力な毒はひどいものです。うん。ああ殿、しばし座りましょう。酒井の者は毒など使いません。猛虎と戦った酒井がいようか。使える手立ては使わねば、これ以上の犠牲は払えぬ。猛虎が若様を変えたのですね。この世が変わったのだ。母から教わったのは薬草と死にすら至らしめる毒草。食べさせねばなりませんが、いかにして毒を盛るのです。吹き針を使う。唐国の僧がある源氏の武者に伝えた武器だ。どうだ、ユリ。良き心を失われますな。もちろんだ。お生まれになる前から仕えてきた身です。断れましょうか。まずは筒の素材がいるな。ああ、それならば川下の辻に足が生えていました。昔足を束ねて小さな船を作りましたね。龍蔵とな、紐すがら壇の浦の戦ごっこをしておった。ご用心、あそこにはもうこの野営がありますゆえ。案ずるな、足を取ってすぐに戻る。さあ早く足を。猛虎の先陣だ。撃ってこい。シーツがやった。Ah!
した。おい、動き口張るな。そうだ、ユリに届けよう。いざ勝負！
answer like that way. Ah!
ユリ。若様、失礼いたしました。殿のことを思い出しておりました。俺は忘れたい。殿なりの情があったのですよ。もう良いだろう。吹き筒と針が揃った。あとは毒だけだ。では参りましょう。こちらへ。どうぞ。薬草を育てるために作った小さな野営があります。そして毒草も獅子をも殺す強さ。猛虎を殺せる強さにしてくれ。様と遠出できるとは。馬の乗り方を教えてくれたな。あの子馬で。若様は姿勢よく蔵にまたがって将軍様のようでした。どうしたのだ。若様はここで志村様を殺めかけたのですよ。何？確か三つか四つの頃、志村様が子たちの扱い方を教えてくださっていたのに、若様は蝶々に夢中で。思い出した。叔父上の目を打ったのであったな。志村様と殿は息ができぬほど大笑いされておりました。父上が笑ったとはな。お母上が病になられる前は若様にも笑いかけておいででしたよ。こちらです。ござと焚き火。
野宿するのか。いろんな薬草を探す時だけです。では毒草を集めましょう。休んでおれ。俺が積もう。種は毒です。食べないで。子供扱いはするな。失礼を。お母上に花を贈られましたね。母上は綺麗に飾ってくださったな。それで十分。こちらへお持ちください。待たせたな。いいえ、まず種を抜き取り、身を砕き、糊状にしたら針を浸します。効き目は強いのか。納得いただけるかと。できました。この道で合ってるのか。ばあさんの野営がこの辺りにあるんだよ。若様、誰か来ます。そこにおれ。毒の効き目を確かめるか。あの侍、わしらの仲間を殺し回ってる。あいつの首を取れば褒美をたんまりもらえるな。もう近いか。方角を調べてみる。このどこかだ。急げ、逃がすわけ。どうか慈悲を。お怪我はありませんか。案ずるな。始末はつけた。はあ、若様は成人でいらっしゃいましたね。俺もたまに忘れる。そろそろ屋敷に戻ろう。その前にこの場所を片付けましょう。あまり無理をするでないぞ。まあ子供扱いとは。老体のできることは心得てます。他の毒も作れるのか。全く落ち着きのないお方。もう一つございます。混乱と怒りを起こす毒が。しかし素材は何だったでしょう。思い出してくれ。役に立ちそうだ。いい子だ影。赤くて落ち葉。いえ、花びらがあったはず。あ、お花だ。違う、思い出せない。母上がいらっしゃってくだされば。
止まれ、浪人。何用で参った？浪人ではない。酒井仁と申す。侍？ならば御前に会われよ。産木谷の佐藤佐だ。さあ、こちらへ。参りましょう。まず、御前にご挨拶。駒田の浜で仲間が大勢死んだ。麦御前です。麦谷へようこそ。猛虎に知られておらぬようですな。ありがたいことにね。ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。その掟を守りゃわけもなく切られることはないけどね。さて、それじゃあご用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。酒井はどう？礼を言う。また会いたいもんだね。あんたとは助け合えそうだ。
らしい。そんなうまい話があるのか。近頃耳にする境の噂が。お主が五郎か。だったらどうだったんだい。そういうあんたは酒井と申す。なに、侍はみんな死んだろう。生きているか確かめるか。だがその前に聞くんだ。志村殿から借りを返せとことづかった。志村様が何をしろって。本土まで下踏みを届けろ。そいつは高くつきますよ。まして猛虎が海を封じてるんだ。借りがあるのだろう。これで返せ。やるしかねえってことだ。菰田浜の戦で志村様と一緒に借りも消えたと思ったんだ。だから飲んでたんだよ。祝い酒ということか。弔い酒だ。俺らなんかを守るために大勢が死んだんだからな。だろ。そう思うのなら覚悟を決めて戦いに手を貸せ。だけど戦える侍がいないだろう。加勢は得られる。お主が下踏みを届ければな。いい女を見つけて落ち着くか。休めば疲れも取れるさ。俺んちはここだ。入りな。もうこの囲みはやすやすと抜けられねえだろうな。文はあんたが持ってるのか。ご当人だ。赤島の海岸にいらっしゃる。なんとかしてみるか。水戸岳砦の近くに船を隠してある。この地図に目印を書いた。そこで落ち合おう。五郎、開けろ。今日こそは金を返すまでこっから動かねえぞ。まずい。俺が出てやろう。お主は行け。浪人が何を。これはこれは、なぜ五郎の家なんかに。なんだと。いや、出直します。
どんな鎧でも結構です。お体の傷も減りましょう。陰ながらご分をお祈りしています。昔夕日が沈む中